ナイトスクイルミネーション in 池田動物園の点灯式を開催します。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございます。誰これ、白熊ちゃんのかぶり物。はい、この白熊ちゃんのかぶり物はですね、動物園の、中販売してる、食堂とかがあるところの、はい、中で販売してるんで、皆さんぜひかぶってくださいね。じゃあ5からいくよ、5からいくよ、せーの、5 4 3 2 1、はい、メリーおかえり、メリーおかえり。わあ、すごい。はい、ありがとう。綺麗です。ああいう普通のポテトでいい。お願いいたします。クリームソーダの雰囲気がなんかお祭りみたいで、めっちゃ盛り上がってます現場。インスタでグルメとか観光を上げてる岡山トリップコレクションの津波と言います。こちらのカフェを始めてます。でも5、6年ぶりぐらいで、入り口付近がちょっと変わってるのにびっくりしました。全然ちょっと人が多すぎるぐらいで結構にぎわってる。ちょっと何個か、食べれるものを制覇したいなと。お願いします。いやー、本当にね、暑かったです。でも本当にこうイルミネーションで右さんが帰ってきて、みんながその点灯の瞬間のこう、うわーっていうような声だったりとか笑顔だったりとかっていうのが見えて、なんかすごい僕も参加できてよかったなと思いました。動物園自体初めて、今回のイベントを通じて初めて来させてもらって、なんかやっぱ動線に戻るというか、動物見るってやっぱいいっすね。で、今回こんなすごい綺麗なイルミネーション見れて、なんか感動しました。すごい裏で努力がとか苦労があったんだと思います。きっかけはやっぱり私が大好きだったゾウのメリーが亡くなったことをきっかけとしてます。で、いろいろそのワシントン条約だったりとか、高い壁があるんですよね、ゾウを新しく輸入するには。なので、そこを超えるには自分の得意な、イルミネーションでメリーを復活させれば、皆さんが喜んでいただいて、なおかつメリーもこのゾウ舎に戻るのではないかと思って企画しました。イルミだけではなくグルメ&スイーツフェスということで、いろんなおいしいキッチンカーさんも来られてますので、見る、食べる、すべて楽しんでいただけたらと思います。池田動物園さんも独自のイベント、ビンゴ大会であったり、ふれあい広場であったり、いろんなことされてますので、ぜひぜひ遊びに来てください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。